陸前落合駅は、宮城県仙台市青葉区落合2丁目にある、東日本旅客鉄道仙山線の駅である。宮城郡広瀬村の住民と、地元政治家の働きかけで作られた、西岸駅。駅名を付けたのは、その運動の中心人物で、仙山島線の始発駅がある、仙台市の市会議員、富田春幸新だという。 開業当初は駅前に集落がなかったが、次第に国道48号沿いが発展した。1960年代の乗車人員急落の後、利用は振るわなかったが、周辺の給料地に住宅地が造成されたり、1983年駅周辺に宮城県宮城広瀬高等学校が開校、1984年2月1日のダイヤ改正で、 仙台愛子間の列車が増発されると利用者が増加に転じた。一方、1983年に仙台西道路が開通すると、西道路経由のバス路線も開設され、都心部へ通勤通学では仙山線の競争相手となった。宮城県道37号仙台北環状線が開通し西道路への流入が増加すると、ラッシュアワーの西道路の渋滞が慢性化する。 結果、都心部への速達路は、北仙台駅で仙山線から仙台市地下鉄南北線に乗り換える経路となり、陸前落合い駅の地位が向上した。宮城町が仙台市と合併して、政令指定都市化した後は、特定特市内駅に加えられた。国道48号沿い住宅地と丘陵地の住宅地の間に残っていた農地が、減炭政策の中で、 農地指定が解除されて、急速に住宅地や商業地に転換が進んだ。改札口相対式ホーム2面2線を有する地上駅。仙山線内では唯一の京上駅舎を持つ。改札口は線路をまたぐ自由通路に開き、駅舎の出口は南北にある。仙台地区センター管理の業務委託駅である。緑の窓口、自動券売機、自動改札機が設置されている。 各ホームにエレベーターが改札口と各ホームに電光掲示板が設置されている。2017年3月末までは、キオスクも営業していた。JR の特定特市内制度における仙台市内の駅である。1.2番線とも仙台方、宇前地とせ方に、場内、出発信号機が備えられている。 JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は3809人で、ある。1960年度に554人あったのが、1960年代後半に激減し、1970年度から1982年度まで200人前後で、推移したが、1983年度に宮城県宮城広瀬高等学校が開校して、以降、 急速に利用者が増加した。10002000300040001960年度1970年度1980年度1990年度2000年度2010年度、オムニバスタウン事業により整備された南口の駅前広場広瀬川南岸の断球面に位置し、周辺は仙台市都心部への通勤圏で住宅地になっている。 南の駅前広場は、千山線と並んで走る桜見街道に面する。これは、現在国道457号に当てられている。駅正面から南に、宮城県道135号、落合停車場線が国道48号、愛子バイパスまで伸びる。広瀬川は、駅の北200メートルを西から東に流れる。駅の北東に国道457号を通す。 大沢橋がかかり、対岸は、芋沢宿である。駅前には2005年の京城駅下と同時に、タクシー乗り場やバス乗り場を含む駅前広場が完成した。いずれも仙台市営バス2011年6月1日より、仙台駅前初の大国神社行、畑前北港、赤坂ニュータウン行が、陸前を落合駅広場に乗り入れるようになった。ただし、大国神社。 畑前北方面から仙台駅前行は今まで道理陸前落合駅に乗り入れないので最寄りの落合駅入口停留所で上行することになる。ありがとうございます。